こんにちは、デモンストレーターの田原英一です。今日はこの裏庭の紫陽花と江戸川の景色を組み合わせて、表現をしようかなと考えて裏庭にやってきました。最近、私が受けている中野でやっている久野しずむ先生のドキドキしちゃう心象風景という講座があるんですが、その先生は最近この合成写真というのをやってるんですね。合成といってもパソコンを使っての合成ではなくて、カメラの中の多重露光機能を使った合成ということで、今日はその技術を使って私自身がこの紫陽花を、もうかなりボロボロになっているので、アウトフォーカスの状態で撮ったものと江戸川の景色を合わせて考えています。今の使用レンズがトキナーの ATX1735F4PRO FX なんですが、それにリーのフィルターホルダーを今つけている状態です。ここで今フィルターは外した状態で、シャッタースピードが1秒、絞り F4 で感度が100といった状態ですね。ピントはわざと合わせていません。アウトフォーカスにしている状況です。これで画面の下半分だけを多重露光に使うということで、これからセッティングしていきます。そうそう、間違えるところでしたけども、今回多重露光ですので、暗めに2分の1秒ということで、1段アンダーで撮っていきます。で、多重露光モードの時は、ライブビューは使えませんので、ライブビューの状態じゃなくて、多重露光設定していきます。多重露出モード今オンで、コマ数2ですね、合成モードは単純に合成ということで撮影していきます。リーのフィルターホルダーの上半分だけこの ND1000 がかかるようにしてセットしてしました。今回使う ND1000 はコッキンのニュアンス ND1000 ということで、100ミリ幅のフィルターで、リーの100フィルターホルダーですから、これはメーカー違いでも取り付けできるということです。そして全く違う場面、夕日の、夕日落ちてますね、夕暮れの落ちた後の江戸川というところにやってきました。ここで先ほどのカメラをそのままセットして、まだ電源落としてませんからね、そのまま移動してますが、ここに ND フィルターを下半分かかるように入れて撮影していきます。残念ながら失敗です。多重露光になってなかったですね。もう一遍再チャレンジをします。多重露出のモードに1回、はい、これで確実にセットしました。それでもう一遍撮っていきます。残念ながら撮影から撮影の時間が経ちすぎて合成できないみたいです。タイマーで切れちゃうんですね。これ設定、カメラの設定ちゃんと研究すればやりようがあるような気がしますが、今回はこの後パソコンで合成ということにしたいと思います。